アりがとうごす。ここれ。それは今回なんですけども、キャッシュレス決済について発信してて良かった5つのことということで、 まあ昨日はキャッシュレス生活でここ最近やらかしてしまったことについてですね、お伝えしたわけなんですけども、まあ実際に僕もですね、まあ去年の4月からこういった発信をさせていただいている中で、まあちょうど、まあつい先日チャンネル登録1万人もありがたいことに行きまして、まあその中でもこういった風に発信をしつつ、あ、やってよかったなと思うことをですね、僕なりに簡単に5つにまとめましたので、それについてサクッとお伝えしていこうと思います。 ということで、早速一つ目からお伝えしていこうと思うんですけども、まず一つ目は情報に敏感になるということで、いやーまあこれ本当に情報にはすでにすでにこうアンテナを張ってはいますね。まあ特に、まあ特にこのペイ関連とかの新しいニュースとか、まあそういったことに対しては、まあ常に情報をもらう,もらうっていうか自分でこう取り行くようにはしています。で、 僕がついに情報収集、まあどうやった風に行っているかということなんですけども、これちょっと前の動画でも、ちょっと前で結構前の動画でもちょくちょくお伝えしたかもしれませんが、まず一つ目はツイッターなんですよね。これツイッターほんとすごく便利で、まあいろんなこと、いろんな方はまあフォローさせていただいている中で結構ですね、皆さん情報をすぐに発信をしてくれるので、僕がそっからありがたいことに参考にさせていただくこともあるんですが、もしくはこう公式のツイッターのアカウントですね、まあ PayPay とかメルペ p a y とか LinePay とかそういった公式のアカウントの 通知をオンにしてたりするので、まあいち早くできる限りまあツイッターから情報をすぐもらうようにもしてます。あとはその公式ページもそうなんですけども、プレスリリースですね。まあプレスリリース発表されたとき大体ツイッターでつぶやいてくれるんですけども、それもまあプレスリリースも公式ページをこうたまにこう貼り貼りながらですね。 すぐに情報を取れるようにしてます。あとはまあ、これはまあ、信頼性がちょっと欠けると言ったら変かもしれないんですけど、ネットニュースですね。まあ、ニュース、スマートニュースとかヤフーニュースとか何でもいいんですけども、まあそういったところでこんな記事があったりとかして、まあそれが、まあ新たにこう、まあ噂から本当にこう、公式で発表されれば、まあ皆さんにお伝えするようにはできる限りしてるんですけども、結構まあネットニュースも、あ、これ面白いなっていうのがあれば、参考にさせてはいただいてはいます。なので、まあ本当にこのスマホ決済っていうのはもう特に特に、 まあ、キャッシュレス決済もそうなんですけども、去年も含めて、まだまだこう、情報がかなり多いので、まあ、この、本当に僕がこれを発信してから、常に本当に情報には敏感になったなっていうふうには、自分自身が感じるっていうところではあります。 次二つ目は還元率などの把握がある程度できるということで、まあ、このある程度がちょっとおきに行ってるような言い方であまり良くないかもしれないんですけども、まあ、普段ですね、やっぱこのスマホ決済って、ま、数がめちゃくちゃあると思うんですよ。先ほども言ったかもしれませんが、例えば、ペイペイ、メルペイ、ラインペイ、楽天ペイ、えー、折り紙ペイとか、あとは、えファミペイとか、まあ、そういったものたくさんあると思うんですけども、やっぱどこでこの決済をしたら、なんかこう、いくら還元されるんかなっていうのを、僕がこれ実際にこう、 いったふうに発信をしてなかったら、自分自身が絶対覚えてないと思うんですよね。まあ、全然そのキャッシュレスはなんとなく分かってるけど、発信してなかったら多分自分自身が全然覚えてないんですよ。で、しかもまあ、僕の場合は毎週8時、20時、えー、日曜日の20時に今週のまとめ動画と。まあ来週のまとめ動画というものをですね。毎週アップしてるんですけども。あれで毎回自分自身。でもあ今週ではなく、その来週こういったキャンペーンがあるんだなっていうのを、そこで一旦把握してるんですよね。 なので、あれ、自分自身がすごい、あの <laughs>、自分自身で学ぶために還元率をまとめてるっていうのも、ま、還元率というか、ま、キャンペーンをまとめてるっていうのもありますね。なので、本当にこの還元率を自然と、あ、今日 PayPay ペイペイは、今だと例えばそのローソンの10%還元なので、あ、PayPay で10%還元いけるなとか、まあ、あとは、今月結構 D 払いがまだまだ暑いなとか、とか、そういったのをですね、なんかある程度こう把握できるようになったんで、あ、ま、これはかなり発信しててよかったなって思うことでもあります。 次二つ目は誰かに教えれるかっこネット以外でもということで、まあこれはまあ僕自身がこの発信してるっていうことは結構まあ大きいかどうかって言ってもまあ僕はあんまりこう友達は多くないので、まあ誰かに教えれる機会って結構少ないんですけども、こうふと聞かれた時とかでも、なんかこう、あ、これってこれだよとか、まあこういったキャンペーンがあるよとか、この還元率高いよっていうのを、まあ一番近いのであれば僕の母親なんですけども、母親にこういったクーポンがあるよとか、こういったキャンペーンがあるよみたいな感じで、 あ、これは使うわとか、いや、それは全然興味ないとか、こう言われるんで、まあそういったのもですね、まあすぐにこう教えれるっていうのはかなり大きいんじゃないかなと思います。結構ですね、まあ僕がこういった発信をしてるのはあるんですけども、多分僕の動画を見てくださってる方でも、まあ実際になんとなくこうキャンペーンとか把握してる中でお友達にこう教えたりとか、まあ結構それが結構できるように皆さんなってるんじゃないかなって僕勝手に思ってるんですよ。あの、親しいご友人とか、もしくはご家族でも誰でもいいんですけども、多分聞かれたらこの僕のチャンネルを見てください なってる方は結構詳しくなってるんじゃないかなっていうか、詳しくなってるというか、すでに多分かなり詳しい方が多いとは思うんですけどもまあ、すぐにこう人にすぐにすんなり教えれるんじゃないかなっていう。風には僕は勝手に思っています。そうそうなってくれてたら、僕もさらに嬉しいですね。 次、四つ目は自分自身の身につくということなんですけども、まあ、これ先ほどの、まあ、ちょっとした、まあ、還元率を把握するということにも、あの、まあ、関連はするんですけども、例えばその、もともとですね、僕、この去年の4月からこのキャッシュレスとか、まあ、スマホ決済あたりのこういったキャンペーンとか、使い方とか、もう、ま、 全く知らなかったんですよね実際に僕が使い始めたのは去年の3月から使い始めて、えー、去年の4月からこういった YouTube で発信をするようにはなってるんですけども、まあ、キャッシュレスといってもまあ楽天カードとかクレジットカードとかはある程度は結構使ってたんですけどもスマホ決済自体はもう初めて触れるもので、まあ、それ自体がなんかこう大丈夫かなとかいう疑心や不安もちょっとあったんですけども結構やっぱ使ってみてとすごい便利だし還元率とかも高いし、まあ、これは結構本当に一つ スマホを一つでいろいろ完結するなと思った時にこれはいいなと思いながらそれからこのチャンネルを始めたわけなんですけどもまあ、実際にこの身につくっていう理由がこういった発信をすることで自分自身がこうやっぱ使う機会っていうのがまあ自然ともちろん増えてくるのはあるんですけどもまあ、それで実際に使ってみてこういったこういったふな使い方とかこんな体験がありましたよっていうのをこうすぐに YouTube で言ったりとかしてまあ、そこでさらにまあ僕がこういったことを言うことであ自然と使い方ももう身につ ついてるなとかそういいいっったこう実感がたたががままににく時があるんんでですすよね変かももしれないんですけども結構やっぱこう風ううに、まあ自分が結構いろんなこうキャッシュレス決済、スマホ決済を使うことで、やっぱその使い方をそれぞれこう把握してたりとか、もちろん全部が全部覚えてるわけじゃないんですけども、まあ結構その実践する回数っていうのがやっぱ自然と大きくなってきてるんで、これはかなりこの発信をしてて、やっぱ使い方とかまあそういったのを把握できるようになったんじゃないかなっていう風には思っています。 次、五つ目は、コメントやいいねボタンなどのリアクションが嬉しいということで、まあ、これはこれ、ちょっとあの、今からこういったのを言うのはちょっと恥ずかしいところではあるんですけども、やっぱこう、毎度動画にさせていただくたびに、やっぱそのキャンペーンとか、まあ、情報ありがとうございますとか、ま、あそういった風な使い方が参考になりましたとか、ま、あ最近で言うと結構 D カードプリペイドとか、ま、あそういった関連とかの動画でも、まあ、使い方関連の動画を出すたびに、ま、あその時の、ま、コメントとか、もしくはもう普段の動画にコメントいただくだけでも僕がめちゃくちゃ テンション上がるんですけども、やっぱりこう発信してよかったなと思うことは、その見てくださってる視聴者さんからのリアクションをしてくれるのが、これがですね、本当に、あ、やっててよかったなって思う瞬間ではあるんですよね。一つのグッドボタンとか、もしくはもうもちろんバッドボタンも、あの、そこからもう僕も学ぶとこはたくさんあるんですけども、あの、一つのグッドボタンとかバッドボタン、もしくはこうコメント、 とかでやっぱそんな中で、まあ、一言コメントいただくとかだけども、やっぱこうテンション上がるんですよね <laughs>。やっぱこう、それはこう発信しててよかったなっていうキャッシュレスに限らずだとは思うんですけども、僕は基本的にはこの YouTube を使って発信することが多いんですが、やっぱそれに対してこう、なんかこう自分が少し役に立ったなっていうところが本当にこのキャッシュレスとか、まあ、スマホ決済を、 の、え、なんか、それに関する情報を発信してて、ああ、よかったなって思うことが、まあ、多々あります。なので、本当にですね、いつもコメントいただく、もしくはグッドボタンですとか、まあ、バットボタン、まあ、あれですけど、リアクションをいただくことに対しては本当に感謝をしております。ありがとうございます。 まあ、あとはですね、例えばその僕が間違った時ですね。まあ、本当にこれはですね、まあ、昨日動画でも分かったと思うんですけど僕は本当に結構ポンコツなので、こういった情報を発信して、ちゃんと調べた上で発信はしてるんですけども、やっぱり人間なので、まあ、設定は猫なんですけども、<laughs> 中には人間がいるんですけども、やっぱこう、僕も人間なので間違う時っていうのは全然あるんですよね。なので、やっぱそういった、 た部分でもやっぱこうちゃんとこうしっかりと優しい方は結構コメントで指摘をくださるのであれ本当に助かってるんですよねあーここ間違えたかみたいななのでもう動画もアップしたのでまあそこをこう動画でまた修正できるかっていうとそれができないのでなのでそれがですね本当に視聴者さんからのコメントとかっていうのはめちゃくちゃ助かるんですよねなので本当にそれに対しても僕はすごく感謝をしております今回お伝えしたことをまとめると一番 情報に敏感になる。2番、還元率など把握がある程度できる。3番、誰かに教えれるネット以外でも。4番、 発信することで自分自身の身につく5番、リアクションが嬉しいということで、今回は僕自身がこのキャッシュレス決済などを、まあ伝えることによって発信して良かったことということについてお伝えをさせていただきました。まあですね、実際にこう僕自身は毎日こう楽しみながら動画をアップさせていただいているので、なのでこう結構奇跡的に本当去年の4月から配信をスタートし、配信というか動画をスタートして、まあ毎日続いてるっていう感じなんですよね。なので本当にですね、結構発信をすることってまず勇気が 絶対いるとは思うんですけども、ツイッターであれ、YouTube であれ、Instagram であれですね。なので僕はですね、こういったまあ猫になってあの <laughs> 発信をさせていただいているので、まあそういった意味でも、本当にこう、なんだろう、結構そこも踏まえても、なんかこう、YouTube の動画の発信っていうのは結構楽しませていただいているんですよね。まあ、 ほんとね、結構こんなに続くとは毎日全然思ってなかったんですけども、やっぱこう、やり続けると、なんかこう、やり続けたからなんかこう、見えてくるものっていうのは色々あったりするんですよね。まあ今日もですね、相変わらずのこう、台本なしでだらだらこう、喋ってしまってるところではあるんですけども、なかなかね、こう、発信してよかったなって思うことは、まだまだこれに書き足りないぐらい、まあ今回はコンパクトに5つにまとめさせてはいただいたんですけども、なので、まあぜひですね、まあこれから発信をしようかなと思う人であったりとか、全然あの、この動画 見るだけでも僕はすごい嬉しいんですけども、まあ、結構やっぱこの発信することってすごい自分の身につくっていうことがな多いので、まあ、キャッシュレスに限らずなのでアウトプットすることっていうんですかね <laughs> なのでですね、まあ、今後ともなかこう YouTube 始めようかなとか Twitter 始めようかなとか Instagram 始めようかなっていう人はですね、まあなんかこうなんかそれになんかこうためになったかどうかっていうのはわかんないんですけども、僕なりの発信してよかったなって思うことについてまとめさせていただいたのでまあ参考になればちょっと嬉しいかなっていう感じですね。ということで本日の動画。 以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ま、最後にちょっとだけですね。まあ、一つ大きな大きなニュースがあったので、まあ、一言だけお伝えできればと思うんですけども、まあ、今日ニュース、まあ、一つはニュースがあったもので、大きかったニュースといえば、やっぱりメルペイが折り紙ペイを買収したということですよね。いやー、これまさかまさかでしたよね。なんか本当こういった近いニュースであれば、まあ、LINE と Yahoo、Yahoo と LINE の経営統合みたいな、そういったのだったんですけども、今回はメルペイが折り紙ペイを買収したということでしたので、 まあ、けど、実際に、まあ、かなりサービス的には面白いものが出てくるんじゃないかなとは僕は思ってるんですけども、あの、メルペイとオリガインペイが一緒になったことで、例えばそのペイペイとか D 払いとかに立ち向かう戦力がちゃんと整うかっていうと、ちょっとなんかそれはそれで難しいんかなっていうふうにこれ勝手に僕が思ってるところであります。なので、まあ、以前もちょっとネットで話題になったんですけども、まあ、これ、ホリエモン、まあ、ホリエタカフミさんが言ってたんですけども、もしかすると、まあ、ヤフーとかもそ LINE が、まあ、そのメルカリを買収するんじゃないかなとか、 そういったこともねあの以前 YouTube の動画とかでも言ってたんですけども僕も最初そうかなと思ったんですがまさかまずメルペイがオリガインペを買収ってことだったのでまあいずれもしかするとまたどこかでこう合体するのかなとか思ってたりはしますまあ僕自身はそれがそういうのを見るの結構楽しみなのでまたどんな新しいサービスが出るのかとかまあこんな風なキャンペーンが始まるとかまあそれはそれでですねまあ、ワクワクしながら僕自身は待ちたいなと思っておりますまあそれに対してのコメントなどがあればぜひ書き んでってくださいということでありがとうございました。<music>